ありがとうな。よろしくごきげんよう。おもてなし武将隊ジャパン石田三成でござる。皆の衆なかなか遠いな、前に持って今回前に来ない、皆の衆そこでよい。じゃあわしがそっちに降りていこうか。まずはこの関ヶ原古戦場春麻酔、呼んでいただいた商工会の皆様、関ヶ原町の皆様、本当に感謝しております。というのも、この関ヶ原町にわしこう訪れるのがだいぶと久しぶりだな。このようにこの場所にこう立てることが、そして皆と会えることが、これほど心待ち遠しかったことはない。わしも非常に感慨深く思っている次第だ。まあ、あいにくの雨だと皆言うておるが、まあ、これは嬉しい涙だと思って楽しんでもらいたいと思います。みんな豚汁は飲んだかい？まだ。ちなみに皆の衆、初めて関ヶ原に来たというものおるかい？あ、おるで。ああ、ありがとう。嬉しいもんだな。やはり皆には関ヶ原によくよく訪れてもらいたい。関ヶ原というのは皆の周知の通り、東西の合戦が行われた場所である。西軍がわし、三成が総指揮を取り、そして東軍は皆ご存知の通り、徳川家康とナイフともなんだ。東西が結集した場所である。事の起こり、そして顛末については皆が知っての通りではあるが、その後大阪の陣、そして徳川幕府が開かれ、今のことが完成した。しかしこの関ヶ原に皆が訪れてくれることにより、わしの戦いだったり、わしと共に戦ってくれた義経だったり左近だったり、里家とかな、そして私の優秀な部下たち、その皆がこの関ヶ原の地にいろんな思いをこう託して、それぞれのところへ、それぞれのところへ帰っていったということ。このような場所に皆がさまざまな思いを込めてこの場所の中を訪れてくれること、私はとても非常に嬉しく思う。そしてもう一つ気になることが、いやいや一つ、先ほどからわしの名前をいろいろ噛みまくられている。まあそれを置いておこうか。お久しぶりでございます。わしがこのように蘇ってから、この関ヶ原にて皆と出会ったり、旅館に出かけたり、共に働ったり、休息したり、共に楽しんできた時期を経て、なぜわしがこの世にまた蘇ったのか、そういう意味をよくよく考えてみた。その時にやはり思ったのは、わしがこの今雲元で何をなすべきか、どのように皆に何かを伝えていくべきか、そういったものをいろいろ考えることだった。そして我らおもてなし武将隊ジャパンの悲願であった宮城県女川での我らのステージを行うことができた。その先ほど申し上げたわしらの空という歌、この空という歌の中に、この女川中学校の当時1年生だった皆、我らたちが一緒に歌を歌ってくれて、その者たちが成長し3年生になった。昨年のちょうど8月の7日、わしらがその女川に赴き、共に公演を、生徒たちがステージに上がり、
舞台の裏ではいろいろ進行をし、そして宣伝をしてくれた。共に一つの舞台を作り上げること、とても有意義だ。そしていろいろ知らされた。中にも小川に訪れてくれたことがある者がいると思う。この現地の状況を見るに、なかなか言葉で多く語ることはできない。だがわしはこのように少しでも語ったり、皆に少しでも防災の意識を持ってもらったり、そういうことがわしは必要だなと思っても次第。そして今年じゃない、今年の3月、その3年生たちの卒業式があってな、わしと信長様と、そして招待ジャパンの軍師と共に参列させてもらった。とてもいい式だった。共に空も歌わせてもらった。やはり一番感極まっていたのは先生方だったな。そして親御さんたち、そういった皆様が一つ万感の思いを込めて生徒たちを送り出した。その小長川中学校の先日の卒業式は第1回卒業式でな、何か一つの節目になってくれればよいと場所を思います。そのような式にありがたくも参列させてもらったこと、そしてそれをまたこの場で皆に伝えることができること、するとわしはまた考える。またこの先見ないな。して、あまりな、東京会ができてな、またその駅前にはまた観光案内所ができたそうじゃ。そしてなんとな、観光協会の一般の方も参加できるそうじゃ。加入できるんじゃと。レストランイブキさんのな、カッセン弁当な、あれもいろいろ食材が厳選されておるからね。関ヶ原に参陣した各地の武将たちのゆかりがある土地の食材を使っていく。
そこに来てよ。なかなかな、こうステージにみんな上がってもらって、こっちから登ってこっちから降りてくるから、ね、せっかく前に来てくれたな。まあ、それゆえ、まあ、この私のこの時間が終わった後、ややあってからその姫様方出てくるんだが、その間、出てくる間は私はいろいろ周りをこう歩いてみようと思う。向こうのな町役場の前の格納庫と呼ばれてるその除雪車とかあそこら辺があるところで、まあ、いろいろ催し物がやってるらしいし、このショーホールでは野立をやっておるらしいから、そこら辺にも顔を出してみたいと思います。その間はここはな道頓堀らしいから、よかったら一緒に春祭りの会場を歩いてみよう。そしてな、まあ、さっきの話に戻るけれども、やはりこの関ヶ原の町というのは私の中ではやはり特別な思い入れがあってな、まあ、その中でも笹尾山から見る景色というものはまた違う思いがある。改めて昨日この関ヶ原の地に赴き、いろいろと考えを巡らせてみたんだが、関ヶ原にある各人書のな、各人書に誰がいたかというのが記されているんですけど、まずそのものについて一度知ってみるというものもいいかもしれない。知らなくてもいい、まずそこに行ってみる、行ってみて当時どうだったのか考えてみる。もしその場所に行ってこの人について知りたいな、この武将について知ってみたいと思ったら調べる。もし興味があって誰々を知りたい、例えば井伊直政のことを知りたい、福島正信のことを知りたい、島佐本を知りたい、場所を知りたい、そしたら調べてみる。そしてその場所に行って実際このものが立っていた場所に立ってみる。すると思うところは確実に違うはずじゃ。そのものが立っていた場所と同じ景色を見れるというものがこの関ヶ原の魅力の一つでもあると思う。当時のままの地形で残っているこの関ヶ原の地に立って414年経った今、その場所に立っている、その当時と変わらぬ景色が見えるはずである。そのものの気持ちになってみるのもいいかもしれない。そのものの気持ちになってみると、いや、どうじゃろう、今日こうして今日今なお首塚で行祭が行われ、皆が手を合わすのがよくよく分かってくると、もう一つ関ヶ原のいいところを語ろう。関ヶ原のいいところというのは、昔からの文化をちゃんと引き継いで、あとその若い方々がそれを文化としてつなげようとしているところだとは私は思う。こういった式典もそうじゃし、しかり町の方々が参加して町の方々が作ってください。そういったものを少しでも拡張とか、そして皆に楽しんでもらいたいという工夫をされていらっしゃる。それを私はとても感銘を受ける前にな。その文化、伝統を守りつつ、そして子供を健やかに育てて、またそれを伝えて、そして外から来てくれる皆にそれを伝えて楽しんでもらって、関ヶ原を知ってもらう、そしてまた訪れてくれるような、先ほど開会式の時にお話にあったが、また印象が良ければまた来てくれるというお話があったな。関ヶ原の印象が良ければまた足を運んでくれるし、興味を持ってくれればまた足を運んでくれる、そういった繰り返しかもしれないね。そう、わしは、わしらジャパンがやっている活動もそうかもしれない。なかなか言葉で出すには難しいことを我々はやっておるし、
言葉選びも難しいと。なかなか触れるにはなかなか、まああえて言うかデリケートな問題じゃ。そういった話をこういった場所を借りて、私が当時から蘇り、そして皆に話をする機会を得られたこと、そういったことも少しずつの積み重ねであるし、一つ一つの結びつきが結果として皆にそれが伝わって、皆と一緒にこの日の元の地を歩いていけるということの一つにつながると思う。今日は雨降っとるからなかなか移動が大変かもしれないけれども、もし時間があれば歴史民族資料館とか笹尾山の方とか、笹尾山行ったことあるもん。関ヶ原にお住まいの方はどのぐらいいらっしゃるのかな。ありがたいね。ありがとうございます。三成でございます。やはり町の方に見てもらいたいと私は思うな。町の方に見てもらうことで、町の方がそれを誇りに思って皆にそれを話を進めてくれたり、そういったことが私は嬉しいと。やはり先ほどからの話題でもそうだが、改めて日本を再発見するということが私は必要だと思う。中にも今ですが、全国にさまざまな武将隊あるが、その武将隊もやはりその土地の新しい財産だったり、新しくみんなに発信できるものだったり、そういったものをたくさん再発見するといったような、そういった意味合いが込められているんじゃないかなと私は思う。その土地を愛して、その土地をみんなにも好きになってもらう、そういった活動はやはり続けていくべきだろうし、意外とな、やはりその場所によっては売れ筋のものだったりっていうのもあるだろうし、あの熊本の方にいるあの熊のなあれだったり、あえて名前を出さない。さっきここに座ってたあのね、犬だったり、棒でつつかれた何回もちょうど私が座ってるとこから見えて、横からニョキニョキ棒が出てくる。武者丸大丈夫かな。武者丸はずっとじっと座ってたけど元気かな。まあこういうふうにな、わし一人でこういうふうに出陣してみると、周りのな、仲間たちが今頃どうしておるのかというのは とても気になるところだし、相変わらず信長様は傍若無人に振る舞っているのか、直政殿は相変わらず国交しておるのか、宗雲殿はお経を唱えてくれなかった。宗雲殿に来てお経を唱えてもらったな。信雲様もな、行田の方で頑張っておるようじゃし、まあ、殿下に至ってはこの間は熊木か、熊木さんか、岡崎か、岡崎にご出陣なさったな。殿下も久しく会ってないな。まあ、先ほどな、姫様方とご挨拶したんだけれども、あまりお話しすると殿下に怒られるから殿下羨ましがるからな。ナイフどもも元気かな。あのひょうひょうでした豚、元気かい。おうたものおる。近々あった、どうだった。元気だった。あの方、何やらあの海外のに最近行っちゃったんだよね。語学が堪能じゃったか、ご自分。まあいろいろみんな元気かなと思ったりもするな。さっき左近おったけど、左近と申すの、左近だったり、吉次だったり、本田殿も、まあまあそこだな。まあ基
本的にみんな元気なんじゃとわしは思うよ。そのどこにおってもな。そう思うことがよいね。そしてみんな常にやっぱり元気でないと何もできないから、元気を持って元気があって、あとは時と場所だと思うな。時と場所を与えられて、せっかく与えられたのに、それで元気がなければ何もできなくなってしまうから、時と場所を与えられた時のためにちゃんといつも元気でいる。それが大事だ。私の供養祭の石田町以来なんだけれども、石田町の時はそうじゃな、いろいろなぜあそこ長浜の地は水がおいしいかとか、なぜかわし井戸の話をしたり、あとはそうじゃな、石田地蔵の話したな。わしの出生地の石田町に訪れたことがあるというもの、了解。あ、ありがとう。武者丸、今わしの今地元の話してるんだけどでもありがとう、元気な姿を見せてくれたね。わしの地元のな、石田町、滋賀県の石田町というものがあって、そこで毎年法要が行われる、供養祭が行われるわけなんじゃが、そこにわし呼んでもらってな、参陣したしね。その時にいろいろお話をさせてもらったんだが、その時に石田地蔵というものがあってな、当時わしが関ヶ原での合戦の後、まあその後のことはまああえて語るまで、その後にまあその地元の皆がな、こうわしを供養するために、わしの一族を供養するために石田地蔵というものを作り、あくまでお地蔵さんだよと、これはその石田の一族を、に手を合わせているものじゃないというふうに言って、まあ、要は世間はな、わしらをこうあまりいいものとして見なくなるから、わしに手を合わせていたり、そういったものをすると、捕らえてしまうんだな。それを隠すように地元の者たちがあくまでお地蔵さんだよという体を取って、そこに置いて毎日手を合わせていたというものがある。わしの地元に行けばそういったものがあるから、地元の者に聞いてみたり、石田会館に行ってみたり、そういったところでこの地蔵を探して一つ手を合わせてみるのもいい。もちろん供養塔もあるからな、そこに手を合わせてみるのもいい。まあ本州 の、 その主題はな、東久留塚の供養祭だから、まずは手を合わす、過去の礼に礼を尽くす、それこそが大事。今日の本に生きている皆、やはり皆礼節がわしは大事だと思う。何においてもな、未来へ向かう者にとっても、そして過去に生きた者にとっても、手を合わせてやることがわしは大事だと思う。そうすることで今自分がここにいる、この現世に生きていることを実感できるし、過去の者に感謝し、そしてまた次に生まれてくる者に感謝しながら次に行くす。そういった絆を今後もつなげていきたいと場所を、その一端を担えたら場所は嬉しいし、そして皆と少しでもつながれたら場所は嬉しいし、そしてこの関ヶ原町、ものすごく体温を感じており、大変お世話になった。この年にまたこのように立たせてもらって、なのでこのように挨拶をして、少しでも思いを語れたことを大変嬉しく思う。ご清聴ありがとうちょうど30分。また後でな。この後はすぐ出るから。その後は15時以降は、皆と写真撮影な。待ってるからな。それではまた後でお会いしましょう。さらばじゃあ。もう一回やらせてもらっていい？それではまた会おう、さらばじゃー。
ジャパン、石田、いきなりドミニカ、ありがとうございました。